平成が始まる前は、昭和天皇の横暴を許すな、みたいな感覚が勝っていたが、勝利した後の平成では、なんで売れない？その、疑問だけが蓄積していった、そんな業界ではある。現状、前にいる人々が何を悟ってしまったのか、そして今は、王の権威、という、土台が存在する。それを足場にしないと創作に利益はない。そんな必要はない。売春婦がその時、ある程度発生するが、利益はそこから出る。今の想定では、そういうものなんだ、と、上の方の結構な範囲は理解してしまった、気はする。思い返す？人間を食う話が、それはしょうがない、と言わんばかりのそれが、そう終わった。あまたの生贄を背に、違うと、言えない人々の抵抗、という感じはまだ、なんだか熱くある。その抵抗に近い話として、ウクライナは戦う？